その子たちは別にその本尊を拝んじゃないんですよ。ご先祖様を拝んでるんだから。だから唱え方が変わる。今それなんか唱えてるんです。そのチンチン。ただただ手を合わせるお願い事だけを言う。だけ。だよね。なのそうで、したら気持ちます。なので、その唱え方の本当の唱え方、お祈り、お願いの仕方が分かったよって言ってあげればいいだけなんですよね。南無妙法蓮華経って言ったら一番通じる、一番叶うんだよと。っていうだけのことだから、そんなに大きく生活が変わるってことではないんです。でね、なぜ、ちょっとしつこいように言うかっていうと、結局ね、ご先祖やおじいちゃんおばあちゃんが、本当に意味で成仏してないと、浮かばれてないと、その玉さかそら一つや二つ、英検や、あるいは大学受験とか、単発で何かが、それは叶うこともあるかもしれないんだけど、実は、長い年月で見ていくと、必ずそのご先祖の苦しみというものは、さっき言った伝える言葉なし。言葉がない場合どうするかっていうと、いろんな障りとして出てくるんですよ。こういう、なんで最近こううちはなんか巡りが悪いなとか、なんでこんな大病を毎回毎回やるんだろうかとか、そういうその障りとして先祖は気がついてくれと。なんとか我々を浮かばらせてくれるような道に気がついてくれって意味で、そういう障りとしてだんだん長い間に出てきちゃう。それは、いいことだけは覚えててね、あれは手を合わせたおかげだ、あれはおかげだったけど、じゃあ、自分家にいろんなこの不幸や悲惨が起きた時には、そのせいだと思わないわけですね。それはやっぱうちが運が悪かったんだとか、努力が足りないんだとか、いろんな形に、逆にそういうふうに変換して考えちゃう。ところが、それはセットであって、叶うことよりも、その不幸悲惨を感じることの方が、だんだん増えてっちゃうから、すから子も、ま、子や孫にですよ。自分だけじゃない。子供とか孫に、そういう不条理な、なんで努力してるのにこんな目に遭うんだ。自分は悪いことはしてないのにっていう、そういうことがどんどん溜まっていって増えていくので、なので、ご先祖をやっぱり浮かばらせてあげない、成仏させてあげることが、実は生きてる我々と、我々の子供、孫にとっても、誠に尊い大事なことなんですよ、っていうことなんです。だから、短いところで切って、今までが、そんなに困ってもいないし、それから今もスパンと切ったところで、円満にうまくいってんだから、何もそんな、終始がえなんて大それたことをね、考える必要はないって思われるのは本当にその通りだと思うんだけど、長い目で見たとき、お父様がこれから高齢、もっとご高齢になり、そして、ご自分もいつかはあっちの方行くわけだ。そして残されたお子さんだってまだまだ長い人生があり、お孫さんもっと長い人生があり、最大限の我々は仏様が見たその正しい行い、正しい徳を自分でも子供や孫にそれを済ましてあげる道、そういうものを伝えることがやっぱりその人間として、それが正しい行いだって仏様は言ってるわけですよ。だからそこも含めてですね、その今だけを切り取って考えるんではなく、やっぱり仏様がダメだっちゅうものは、やっぱり長い目で見てやっぱりダメなんです、家計が。そんな苦しい思いを子孫に味わわせなくてもいい道があるんだから、そこをなんとか心を開いてね、一歩、前へ進んでいただきたいなっていうのが、私だけじゃなく、この正しい妙法蓮華経に出会った人は、みんなおしなべてそういう感覚なんですね。なので、おせっかいというか、しつこいというか、いうものはどうしてもね、付きまとっちゃうわけですよ。